お世話になります。噂のエナリストです。今回はとある魔術のインデックスについて説明をしていきます。早速ですが天井はこちらです。恩恵はチャンスゾーンですが、 AT が濃厚のチャンスゾーンなので、まあ AT 当選と考えて問題はありません。先日配信した窓マギと同じように、通常時に獲得するサポートキャラによって狙い目を調整していくのがベストです。とりあえず状況不問の目安はこちらです。600ゲームにゾーンがあるので、ここをフォローできる580ぐらいからがいいかなと思います。そして獲得しているサポートキャラ、異能キャラによってボーダーを早めていきましょう。性能はチャンスゾーン確率上昇、チャンスゾーン成功率上昇、 AT 性能向上など大きく3種類あります。キャラは全部で22人もいるので、全てのキャラを説明すると長くなってしまいます。拾えたら嬉しいキャラはたくさんいますが、拾えそうな現実的なキャラだけ紹介します。とりあえずこの3人のうち1人でもいれば、このキャラが消えるまで打ちましょう。消えるまでというのは、異能キャラを1人獲得すると20ゲーム間は表示され続けます。その間にもう1人獲得すると20ゲームにまたリセットされていく仕組みです。優秀な異能キャラを獲得しているうちに、サポートキャラを4人貯めてチャンスゾーンを目指すというゲーム性です。なのでサポートキャラが3人貯まっていれば、あと1人でチャンスゾーン確定となるので、この場合も狙うことができます。2人いれば少しボーダーを下げるといった感じですかね。他にも AT の性能を上げるキャラもいるので、この場合も同様です。液晶にキャラの性能も表示されているので、紹介したキャラクターよりも優秀なキャラがいる状態でやめられていることはほぼないと思うので、余計な説明は今回は省略します。続いてゾーン狙いとリセット狙いについてですが、この台にはモードが4種類あり、チャンスモード A と B が存在します。チャンスは天井が短縮され、特にチャンス B は天井が200ゲームと大幅に短縮されます。そしてこの台にはこんな特徴もあります。1つ目はリセット恩恵です。モード B の天井はモード A と変わらず999ゲームなので渋いですが、600ゲームのゾーンが強かったりするので、モード A より優秀であることに変わりはありません。さらにリセットの時点でチャンス A、チャンス B もあり得るので、ボーダーを下げることができます。ただしリセット判別はできないのと、リセットの振り分けの詳細が不明なのでご注意ください。2つ目のチャンス A 以上が確定となるパターンは、データ機で純粋に獲得枚数から読み取れるので、かなりの狙い目となります。チャンス A であっても天井は600ゲームと、通常よりも400ゲームも浅くなるので、純粋にボーダーを400ゲーム下げられますね。また200ゲームが天井のチャンス B がループする魔人モードというものもあります。純粋に200ゲーム付近での当選が続いている台は狙い目ということになります。さらにエンディング後は上位 AT をかけたチャンスゾーンに突入しますが、失敗した場合はチャンス B が確定となります。前回の獲得枚数が2400枚以上の台が即やめされていれば打てるということですね。これまでの話をまとめた狙い目はこちらです。リセットはチャンス B の200ゲームを確認されてやめられている台からが理想かと思います。リセット時のモードの振り分けの詳細は不明と言いましたが、基本的にはモード B、 よくてもチャンス A という認識の方がいいかと思います。1000枚以上の AT の後は600ゲームが天井になるプラス、リセットの時よりもチャンス B が選択されやすいのではないかと考えています。なのでこの場合は200をフォローできるその手前から拾うのがベストかと考えています。1000枚以上出た後は天井が短縮されるといった点では、カバネリのビバ ST と同じようなイメージですね。ビバ ST の後は冷遇されているといった話が有名になりましたが、とある魔術のインデックスでも同様のケースがあるかもしれません。今後の情報に期待しましょう。モードの判別でいうと、ステージチェンジのキャラクターによっても示唆が行われています。一瞬だけなのでなかなか難しいですが、他の人が打ってる際に確認ができればボーダーを早めることができます。自分がゾーン狙いしている時なども見逃さないように注意しておきましょう。また主人公のトーマの部屋からステージチェンジする場合、基本的には何も起こりませんが、たまにリア役を引くようなチャンスアップ風の演出が発生する時があります。発生した時点でモード B 以上が濃厚となり、周りのエフェクトの色によって上位モードにも期待ができます。また通常時に突入するとあるガールズコレクションというポイント特化ゾーンの終了時の筐体の上の方にあるランプの色によってもモードの差があるようです。ゾーン狙いなどしている最中に確認できた場合は、赤以上であればチャンスモードに期待ができるので天井狙いに切り替えていきましょう。これまでの話を踏まえたやめ時はこちらになります。状況によっては少し回すと追わなければならなくなってしまう可能性があるため、割り切って即やめがいいかと思います。今回の話をまとめるとこちらになります。新しい情報次第では狙い目なども変わってくることがあります。とりあえず現状わかる範囲でまとめてみましたので、参考にしていただけると幸いです。今回は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。